ククリット・プラモートは大の政治家、作家である。1975年から1976年にかけて首相を務めた。1985年には国家芸術家に指定された。モムラー・チャオン・ククリット・プラモートは、1911年4月20日に、シンブリー県、インブリー郡・タンボンバンナー付近のチャオプラヤー川の戦場で生まれた。 カムロップ神皇とブンナーク家出身のモムデントの間の第六子である。ククリットという名は元気で力あるものを意味し、大きな声でなく元気な赤子であったことから、ラーマ五世の制裁であったシーパッチャリン王妃が名付けた。1936年、モムラーチャボンインパックプリントーンイアイと結婚し、モムルワンローンリットプラモートとモムルワンインウィスミットタープラモートの二子を設けた。 ククリットはサートオーオンタイのソイスワンプルーの横路地であるソイピニットにあった邸宅に好んで住んだ。この邸宅は今なおソイスワンプルー邸として知られている。ククリットは様々な分野で多くの業績を残した品格ある人物として知られており、特に文学、演劇、さらに政治の分野の業績は有名である。政治の分野では 1945年に新歩党を結成した。1950年には第5日刊新聞、サヤームラットを創刊。1974年には18名しか、党員のいない社会行動党を結成し、党首となり、続く1975年には、太陽国首相に就任した。大倉大臣には、文中老者ナサティアンが就任し、地方への女性分配政策を行った。 政治活動中は雄弁家として知られ、タイの言葉遊びを用いて、自身について、ククリットは信仰なのです。などと語ったことがあった。文学の分野では、太陽国で名著として名高い、王朝四大記』などを表し、様々な賞を受賞している。またククリットは、映画俳優でもあり、タイの首相に就任する前の1963年に、マーロン・ブランド出演の映画、 ザーグリーアメリカンで、東南アジア地域の創造上の国家、サーガン国の首相として出演している。その後、1983年にも、スラシー・パータム監督、ソラポン・チャートリー・シュエミエが、クサン・ノック・サプホに出演している。ククリットは1995年10月5日に84歳で、亡くなった。2007年に、太陽国文化賞は、ユネスコの世界にとって、 重要個人として、ククリットの名を挙げ登録を申請している。ワッタナー・ウィタヤー・ライコーで修学後、スワングラープー・ウィタヤー・ライコーに進学。その後イギリスのトレント・カレッジに留学。さらに、オックスフォード大学クイーンズ・カレッジに入学し、哲学、政治、経済を学士号を取得。伝統体験地区の邸宅。伝統文化の保存に強い関心があったククリットの、 コレクションが展示され、土日祝日の午前10時、午後5時の間、一般公開されている。バンコクのサート音階、ソイ・プラピニット19にある。日本国内では、ククリットが、ジャーナリスト時代に、サヤー・ムラット紙で発表した、12月8日と題する、署名記事の内容だとして、日本のおかげで、アジアの諸国は全て独立した。日本というお母さんは、難産して、 母体を損なったが、生まれた子供はすくすくと育っている。から始まる長文がルフしている。書籍、雑誌、インターネット上の記事で多数引用されており、再引用と孫引きの繰り返しによって様々なバージョンがルフしている。しかし、この説の出典は明示されておらず、サヤームラット紙の記事にもそうした文章は見つかっていない。桃田直樹著、日本国記は同記事を サヤームラットが未昭和30年12月8日の掲載記事と紹介するが、実際の同志当日の紙面に、そのような記事は存在しない。代表作、王朝四代記、赤い竹、多くの生涯の三部作、和訳英訳。ありがとうございます。